はようございます。今日はプロ野球チップス開封動画3弾ということではないんですけど、でもまあそうですね、スペシャルパックス、なんでこの角度から映すかというと、上の部分にボックスをラベル貼られてしまったので、しかも置き配でお願いしてないのに置き配希望だったのでって、雨の中置かれそうだったってだいぶテンパりましたね。で、よいしょ。前回ね、私たち激痛が出たということで、ちょっと調子に乗って買ったわけですけれども、レビューを見ると、まあひどいひどい。出たけ。すごいなこれ。カードのパックがこんな風に入ってて、このパックに1パックに何枚とカードが入っているようですね。で、ブレイクチップスはコンソメパンチ、前々から気になってたんですけど食べたことないんですよね、コンソメパンチ。カードリスト公開中、商品はインターネット通販限定版スペシャルボックスの一袋ですということで、コンソメパンチって通販でしか買えないんですよね。で、これが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 パックですね。10パックとカードが確か80枚 1,2,3,4,2,4,6,8,10 パックなんで、確か80枚だったかなと思いますので、カードについての注意、カードの縁は尖っていますので取り扱いには気をつけてください。カード袋を手で開けるとカードが折れてしまうことがあります。カード交換についてとかも書いてあるね。よいしょ。じゃあ上からどんどん開けましょう。しかしまさかこういうタイプに入ってくると思う。確かにこれはなんかサーチされてるとかっていう人もいるね。なんかサインカードが1枚も出なかったとか。あー、ビシエド、西選手、栗山選手、石井選手、牧君、マルモレホス。これ裏とかは一緒なんだ。東條選手、ヤクルトの天敵、高橋宏斗選手。いやー、マジでえぐいっすよ。はい、そもそもレジェンドが出るのかどうか。手前が全部リーダーってなってるのかな。レアード選手、おうおう出るじゃないですか。しかも石川龍馬選手やったね。私結構好きなんで、カープの中では矢野選手と同じぐらいをしてる。よかった、出た。これでレビュー1にはならない。まあレビューしないんですけど。佐野選手、佐藤選手、佐藤選手、なんか何かと縁があるイメージ。安楽選手、おエキサイティングシーン、これシーンって読むんですからね、皆さん覚えておいてくださいね。大野雄大選手、あれだね、10回ツーアウトまでパーフェクトやってた。月内は、はい、増田選手、ネオ選手だけど、これさっき裏チラッと見えてチェックリストなんですよね。チェックリスト、まだヤクルトほとんど来てなくて、あと高梨、原、清水、長岡、ほとんど来てない、はい、初登板の時か、初登板で、はい、どんどん行きましょう。
経費削減のためなんでしょうけど、見えないで欲しかった。はい、浅村選手、あれなんだろうな、スターカードとリーダーカードは1枚確定なのかな。青柳選手、ってことはレジェンド出ないか。山崎康、赤羽選手って足上げてるイメージだけど、振り子風の足の上げ方。お、いいね。北山選手、清水達也、ごめんなさい、そう、名前しか知らない。4年目、花咲徳栄なんだ。へえ。やっぱ知らない選手が出てくれるとね、勉強にもなるし。宇佐美選手、これ確かあれですよね、このリーダーカードってチーム内の本塁打王だったと思うんですよね。牧選手、お、村上選手だよね、チーム内の本塁打ランキング。だからこれヤクルトだと村上になるんですけど、いるのか出るのかな。8パックってことは12分の8だから出ない可能性もある。村上選手いいね、この写真。私帽子取ってる村上選手大好きなんですよね。ダブった、エキサイティングシーンの佐々木選手、なんかすげえ球団に偏りがあるな。ヤクルト、コネ、滝沢選手、史上8人目となる800試合登板、エグー、言ってみると岩瀬がすごすぎて、その下のレジェンドたちもすごすぎて、五十嵐亮太、これあれなのかな、日米通算かな、さすがにそうだよな。はい、宮西選手、与座選手、峰井選手、中世がこんなところにいるとか、万波中世、打率2割だけど本塁打10本ってことは、これアルカンタラもいるってこと。じゃあ大変だな。はい、万波選手、中村選手、色合いが不思議。マーティン選手、上沢選手、なんか日ハムの選手近くない？最近のシーンね、おかわりか、ワクワクさん、佐藤俊也、お、いいね、万波バックだ、チェックリスト、万波がこれだけ使われるようになって嬉しい。でもバッティンググローブとか黄色の時が好きなんだよな。これ一番リーダーカード見える方がつまんないので、見えないように置いたやつはリーダーカード見ないように開けます。はい、ラオウ、コーナー選手、ああ、よいしょ、はい、オスナ、中川圭太、坂倉選手、びっくりした、めっちゃ似てるやん、差し替えてんじゃないのレベルで。
西川選手こっち置いとこう。はい、坂倉選手、ポランコ選手、私ウォーカーが好きなんですよ。はい、失礼しました。近本選手で大瀬良選手、はい、周東選手、雑に入ってた、ね、もうちょっとっていうか 1箱でまとめてくれてもいいんじゃないのって思う。お、やったね、村上選手。ということで村上お得パックでした。はい、島内選手、伏見選手、伏見トライって呼んだよね、確か。島田選手、今村選手、秋山選手、エキサイティングシーンの大山選手で、さっき見た周東選手。よし、村上選手がとりあえず出たんで、あとはレジェンド封入なし、一枚見たい。お、ギータ松本ガオ、お、やったね、長岡選手、2割4分8、いきなり出てきた雰囲気で私は勝手に撮ってたんですけど、オープン戦で打ってたんだ。へえ、はい、メルセデス選手、栗林選手、お、ヤクルトバック、ジュリ、今年はなかなかどうしてって感じですけどね。頼みますよ、ドラ1だもんね。吉野で、上本選手と、残り2パックです。村上が出た安心感からもう割と誰が出てもいいけど、私の狙いはね、古田なんでね。まああの古田とこの村上なんで、ね、岡本選手、そしてレアード選手、今季4人目となるって書いちゃうと、なんか一気にありがたみが薄れるけど、いけつないからな、帽子まっすぐやな。ヤクルトラッシュ、シミノボ、そして来ました、嬉しい、ウォーカー、アダム・ウォーカー、9月末の時点で3割9分の16本結構打ってんじゃん。私ドレッド選手が好きで、すげえな、 2A から独立リーグ、独立リーグで拾ったんだ、見つけてくるわな。ガンケル、お、本田選手、プロスピーユーザーではにはおなじみのコマンさんがやたらと注目してる選手ですね。まあ能力で注目もされつつ、神奈川県出身っていうのもありつつ、精査国産秘書なんだから、頭良かったんですよね、確か。好きだな。はい、湯浅選手、はい、ラストになりました。取れた、出るのでしょうか。てん、大山選手、でもここは被んないようになってるんだろうな。ふい、大島選手でしたってことは、多分もうレジェンドは出ないのかな。大島選手、モイネロ選手、お、やったね、ヤクルトめっちゃ出た、エキサイティングシーン、石川雅紀、何の時、あ、史上7人目の21年連続勝利達成、なんかこれだけ僕がこれになるんだね。ヤクルト以外のいかに見てないかが分かる。
これはなんだ、丸一丸二、ああ年数か。番長23年やってんだ。てか番長と山本昌、工藤公康同じや。やば。まあ少なくとも来年は全然いけると思うんで、怪我しないところがすごいですからね。この方もすごいですよね。松坂世代最後で81年だから今41歳。42歳年上なんだ。はい、和田選手、坂本誠志郎選手で最後は遠藤選手ということでした。ということで今回のあたりはこの辺。村上、西川龍馬、金箔サインということで、Amazon で購入できるんですけど、 Amazon のレビュー見るとですね、コメントの方にサインが1枚も入ってないとか、なんかやたらクレームが書いてあったんですけど、まあ開けてみた結果出ました。なんで出ないことはないんだと思います。ただレジェンドは1枚も出ませんでした。まあ元々レジェンドの封入率を知らないのでちょっと何とも言えない部分もあるんですけど、こんな感じでした。というわけで以上になります。私はこの後コンソメパンチをむさぼりたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。バイバイ。